マリオ・アルベルト・ジェペス・ディアスは、コロンビアカリ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。母国の強豪デポルティ・ボカリでは、リーグ優勝、そして、コパリベルタ・ドーレス1999での、準優勝に貢献。1999年6月には、アルゼンチンの名門 CA、リーベル・プレートへ移籍し、 二度のリーグ制覇を経験した。2002年1月にフランスの FC ナントへ移籍すると、初挑戦のヨーロッパでも徐々に頭角を表し、2004年には同リーグの名門パリ・サンジェルマン FC への移籍を果たす。4シーズン在籍した PSG では、2つの国内カップ制覇に貢献。その後はイタリアに戦いの場を移し、AC キエボベローナでの2シーズンを経て、 2010年夏には AC ミラーに加入した。アレッサンドロ・ネスタやチアゴ・シューバラを要するミラーにあって、出場機会は限られたものの、貴重なバックアッパーとしてチームのスクデット獲得に貢献した。2012年5月、ミランとの契約を1年を延長。2013年夏、翌年に迫った 2014FIFA ワールドカップに向けて、出場機会を求め、 ミランとの契約を更新せず退団。アタランタ BC と契約を結んだ。2014年9月13日、CA3、ロレンソでアルマグロに加入した。2016年1月26日、引退を発表。1999年からコロンビア代表としてプレーし、優勝した2001年を、はじめ、1999.20072011年と4度の、 コパアメリカに出場。2008年からはキャプテンを任されている。2014年6月14日、38歳にして、初めて FIFA フフワールドカップに出場。本大会では、キャプテンとして、チームを牽引し、ギリシャを3の0で下した。6月19日、グループリーグ第2戦のコートジボワール戦で、コロンビアでは3人目となる代表出場通算100試合を、達成した。 この大会において、ジェペスは最年長フィールドプレイヤーとなった。2016年4月、古巣であるデポルティ・ボカリの指揮官に就任。しかし、翌年3月9日に成績不振により解任されることが発表された。 y p s s s、I g n s o n、e、D、s、y a r e x t e n、s i g n s o n e y a r e x t e n s i o n w i t h a c m i l a n g o a l c o m 2 0 1 2年5月12日イ e p ス s p がロシオイルミランパージャイアキャーコンマジョーレコンティニューイタ TUTTOMERCATOWEB.com2013 年6月29日ミラン対談のジェペス アタランタに加入ゴールドットコム2013年7月18日38歳、ジェペス、南米王者サンドレンソに加入ゴール2014年9月14日、X、コロンビアキャプテン、マリオイエペスリタイアーズフロムフットボール。ESPNFC、2016年4月21日、閲覧。GK を含めた、最年長は、同じコロンビアの GK ファリド・モンドラゴン。 マリオイエペスのオーバーマス ENL デポルティボーキャリ。セマナ2017年10月14日閲覧。ありがとうございます。